ました。これより再び M をご覧いただきます。今移動中の方もいらっしゃると思いますが、最近階段を急いで移動されて階段足を踏み外してお怪我されたりという方もいらっしゃるようなので、どうぞ慌てずゆっくりと移動なさってください。はい、まだしばらく私喋りますので、はい、ですね、では後半最初に演舞いただきますのは大田神楽の皆様です。大田神楽は早知根竹神楽の流れを組む成田神楽の弟子神楽として明治時代以前に始められました。当初は宮古寺神楽と呼ばれて盛んに行われていましたが、太平洋戦争を境に一時活動を中断しました。昭和27年、かつての繁栄を願い、さらき神楽に学び復活を果たしました。その後も幾度の断絶の危機を乗り越えながら、郷土芸能の伝承に熱心な太田地区の人々の思いに支えられ、受け継がれています。本日の演目「沖縄舞」、これは天津小屋根の御事の舞で、古事記の天の岩戸の神話において岩戸に隠れてしまった天照大神を導き出すために捧げた舞であったとも言われています。舞手が白い沖縄面で登場し、延命長寿を祈る舞となっています。それでは大田神楽の皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。大きな拍手をお願いします。
いただいて
遠くの坂となり、黒髪は白髪となり、白髪はお偉くとなり、お偉くは気に帰るとかや、神楽の奉納の予定があるということです。ありがとうございました。